of you. Walking on the lonely avenue. Are you, are you, are you? 皆さんこんにちは。古滝マクナロクラブのアドです。花です。はい、ということでですね、今回は花さんのお仕事で、はい、仕事で、東京来ましたと。はい、東京に、はい、アドは補佐として来ております。いやいやいや。まあまあでも、はい、あのお絵描きの勉強です、ね。そうそう、お絵描き勉強。はい。ということで、でそんな中ですね、なんと、はい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 、見つけちゃいましたと。はい、あの花さんから先日電話がありまして、出発の 3,4 日前に、そうですね、テレビで見ちゃいました。はい、餃子食べれるんじゃないかと。そうっす、般若の川島さん、はい、川島さんが、川島さんがやってた。チャンネル登録者なんと100名で、100名で餃子120個食べれると食べ放題なので、ちょっと来てしまいました。来ちゃいましたね。今さっき終わってヘトヘトなんで、もうヘトヘトもお腹ペコペコですよね、2人ともね。はい、ということで、ここからは餃子120個を待つということで。そうですね、はい、周りにもお客さんいっぱいなんですけどね、もういっぱいっすね、多分その宣伝の効果とかでね、え、いましたー。マジでですか。うわ、すげー、来ちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。え、すごい。これはえぐいぞと。でも1個が、これ見てくださいよ、めっちゃうまそう。でもうわ、1個が一口サイズやから、いけるかな。いける、いけます。なんかすいてる、なんかすいてるっすね。あ、ちょっとじゃあタレ作りましょうか。僕でタレを作ってください。うわ、うまそう。はい、ということで来ました。よし、こういった感じで見せますかね。これが3皿です。来ましたー。また少し良かったですね。120個と、威力、これは威力すげえな。うわ、でもうまそう。いただきます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 。これ、あ、一個一個はちょっと小粒ですか。あの、食べやすい大きさになっております。食べやすいサイズ感になってます。え、うまそう。これ一気に3個ぐらいいけそうっすね。いけそうっす、これうまそうっす。最初は一つで、ではいただきます。いただきます。いただきます。うん、うん、あ、うまい。一瞬でなくなった。なんか甘いっすね。甘い、甘いっすね。あの、玉ねぎ、あ、うまいっすよ。これいけんじゃないですか、余裕で。一気にいきたいと思います。うん、いきます。うん、うまっ。いける、まだいける。40個は一瞬っすね。本当に、もう。今腹何本ですか。腹は今で1本。豚皿目行ったんですけどね。余裕っす。嘘つけ。あの、これ本当にもうめちゃくちゃ、それぐらいの美味しさですよね。まあ美味しいっすよ。あ、では、ラスト、ラスト、最後まで美味しい、最後まで美味しい、博多、博多餃子屋603、603ラスト一口いってみます。うん、うん、うん、全然軽いぞと。プリン10個完食でございます。あの、高校の部活の人たちだったら一人で120いきます。おったな。これはほんまっす。森尾がいるか、森尾。まあ、博多餃子屋603様、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。え、いい感じですか。もうめちゃくちゃうまいっすね。リカさん、冷やして。せーの、はい。え、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。スタジオに戻りまして、この今回の書かせていただいた、2名のモデルさんですね、はい、スタッフさん書かせていただいておりますので、そちらをですね、似顔絵いつものように解説を、入れながら皆様に紹介していきたいと思います。はい、それではね、まあ、3分継続しながら書いていきたいと思います。ではまず1人目書いていきましょう。用意スタート。はい、まずはですね、いつも通り、輪郭ですねを埋めていきますよということですね。はい、こんな感じですね。ちょっとね、面長な
タイプのモデルさんになりますと。まあ、僕も主ながらタイプですね。こんな感じ、はい、前髪を描いてあげました。はい、こんな感じでね、どん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 こう埋めていきましょう。はい、髪の毛のディティールもこう描きながらですね。はい、耳なんか描いてあります。で、次はちょっと背が高いモデルさんなんで、首は少し長めにとって、こんな感じで肩口を、肩もね、背が高い方は肩幅が比較的広くなりやすいです。まあ、僕も同じですけどね。はい、まあ、私184センチなんで、まあ、女性のこの方が160ちょっとって言ってましたからね。女性で160あったら結構高い方に入りますんで。で、まずお皿を全部描きました。そしたら顔の中いつも通り描いていきます。こんな感じの眉毛ですね。はい、こちらはちょっと隠れてるんですけど、一応ちょっと描いてあげましょうってことで、こんな感じ。はい、でこのセンターの鼻のラインを描いてあげます。で、ちょっとね、若干目が離れ気味かなというモデルさんになります。で、目尻にかけてちょっと下に下がってますんで、ここからこう取ってあげると。でも目のこう幅も若干あるような感じで、二重の幅を描いてあげますと。で、ニコッと笑っているように、こう目尻からこう笑っているような感じ、ここから目の玉を描いてあげます。ニコッというイメージでね。はい、で女性の方、ハイライト少し多めで描いてあげると女性らしい可愛い目になりますと。まつげ描いてあげます。下のまつげもお忘れなくということで、目はこんな感じで完成です。そしたら、鼻を描きますけども、ちょっと離れ気味なんです、目がね離れ気味なんですけど、鼻も少し距離あります。鼻を描いてあげてですね、はい、で口がすごい特徴的ですねということなんで、こんな感じで描いてあげて、やっぱ八重歯ですよね。下唇少し厚めに描いてあげる。ここにエクボありますね。こんな感じで描いてあげれば、完成となります。はい、いかがでしょうか。とこんな感じですね。はい、では次のモデルいきましょう。はい、では次のモデルいきます。こちらも輪郭から落とし込んでいきますよと。少し横を向いてるんで、まあ、こっちの方を向いてるんで、ちょっとこっちのほっぺを出してあげると、お顔の構造に沿ってよかったと思います。こんな感じ、前髪もこんな感じで下ろしてあげると、はい、こんな感じですね。でこちらの方が、6年間博多餃子603様に、勤務されたということなんですけども、この僕らが行った日がね、ちょうどお仕事最終日だったということで、すごいミラクルでした。記念にね書かせていただいておりますということですね。はい、こんな感じでね。まずはこちらも、お皿ですね、顔の中埋める前に、全体的に外の方をアウトラインを取っていきます。この方ポロシャツなので、こんな感じでね、ポロシャツ描いてあげて、肩口を描く、こんな感じ。はいはい、そうしましたら、お顔の中埋めていきたいと思います。この方もやっぱり若干ちょっと縦、おもながのイメージです。まあ、センターの眉毛ラインを引いてあげて、こちらから引っ張ってきてあげます。こちらも
イゾーンから埋めていきましょう。こんな感じ。目はねちょっと釣り目な印象がありますね。はい、まあ、僕も釣り目な、人間です。こんな感じでね、長めのお花をされてますので、こんな感じで下の方につけてあげてですね、引いて口はこんな感じでね、ちょっと上の上口、上唇が厚めの方かなと。でこちらの方もちょっと八重歯がありましたね。はい、こんな感じで八重歯描いてあげて、あとは上唇ちょっと上の方に描いて、下唇もちょっと厚めこう描いてあげれば、こちらのモデルさんも完成でございます。6年間お疲れ様でしたということでね、はい、貸していただきました、ありがとうございました。あら、髪の毛の輪郭がちょっと修正できます。こんな感じで、我々の似顔絵オーダーも絶賛受け付けております。花さんの似顔絵にご興味がございましたら、インスタグラム似顔絵花で検索していただければ、たくさんサンプルをご用意しております。こちらのサンプルをご覧いただいて、どんな作品があるのか、どんな似顔絵描いてくれるのかっていうのが分かるようになっております。なのでこちらのインスタグラムのダイレクトメッセージからご注文お待ちしております。そしてもう一人のアドさんですね、いつも研究してくれてます。インスタグラムはキッティンボーグで検索お願いいたします。こちらはインスタグラムダイレクトメッセージよりお問い合わせをお待ちしております。そして最後に、お絵かきうまくなろうクラブのインスタグラムアカウントもご用意しております。こちらでは YouTube のですね更新の予告なども、更新しておりますので、こちらからメッセージなどお待ちしております。